ここ落ちてきたの。こっちが戻る方か。あー、箱が落ちてった。この上ってなんかあんのかな。あ、宝箱。たく身軽でいいよな。セレスバングル。防具かな。こっち行くと戻っちゃうから、こっちか。箱がある、箱がある、箱ボーイ、箱がある。この壁走りは、あ、あそこに、あそこに繋がっている。あ、どこまで行きやがった。どこまで行きやがったよ。いにしえのお守り、いにしえのお守りゲットしたな。キッチンティア、どうだ、どうだ、スターダスレイ。これが戦士の力だ。オッケー。あ、上から落下した箱が。なんか祭壇みたいな。何がいらっしゃる？なんかなんかいる？あそこ絶対動くじゃんこれ。死んでんのか。あ、これ貴族か。彼らが貴族じゃ。大きいんだね。ほうほう、外見だけで物事の本質を捉えることはできぬが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。七木よ、最初の試験じゃ。あ、これから試験。ここで何が起きたのか、お前なりに探ってみ。え、わかった。何これ。我らの遺物を探し運び、真実を解き明かせ。さすれば道は開ける。なんかインディージョーンズ味が増してきたな。落ちているアイテムのエルニを押すことで道具を加えて運ぶことができる。貴族の遺物を探してブーゲンバーゲンの元に加えて運んで鑑定を受けよう。なるほど。エルニ？何でも加えられるわけじゃないの。なんかあれかな、これは加えられますみたいなマークが出てくるのかな。あ、古めかしいアイテム、古めかしいアイテム。いいな、正しき遺物を探せ。違うって言われた。おお、おお、すまぬ、寝てしまったわ。寝てたんかい。
あ、クリムゾンタイト。とりあえず持ってった方がいいのかな。なんでも骨バンバン。いいな。ほうほう、それはただの骨じゃな。骨だった。ああ、骨くれた。多分下に落ちたのは全部外れそう。ん？戦いの記憶。戦いの記憶？我らが目覚めの時は近い。何これ？え、この拾ったやつ？おお、義族の矢か。矢尻の先に塗られた毒は瞬く間に体をめぐり石のように動かなくなってしまうという話じゃ。なるほど、貴族の守り手に入れた。なんかそれっぽいの拾ったら、あの貴族が喋ってくれるな。これ絶対ハズレだ。いいな。これはお前のおもちゃにちょうど良さそうだな。おもちゃにちょうどいい。バオバブの木。バオバブの木ね。この上。アイテムも運びたいけど。亡骸、義賊の思い。二つあるな。こっちも持ってきときたいよね。これ一回落として。これはハズレか。とりあえずハズレを先に。谷の者が使っていた武器じゃな。なるほど。塚に施されたこの文様。お前の体にも同じものが書かれているじゃろうて。あ、マジックカラー。武器じゃ。あ、マテリアじゃない。星をめぐる魂の記憶、知識、その結晶。一般的にはマテリアと呼ばれておる。おー、マテリア。回復マテリア手に入れた。で、あとこれだけかな。あ、ちょっと待って。よし、おおい、離せ。え、なんか呪われてるよこれ。あ、戦うのかな。わあ、貴族の亡霊だ。待ってました。待ってました。やばい、串刺しされた。オイラの番。オイラの番だね。弱点属性の魔法攻撃か回復魔法当てとヒート状態。遠距離物理攻撃を受けると槍を回転させて遠距離物理攻撃を跳ね返す構え。構えている時に近距離物理の強力な攻撃当てとヒート状態。貴族の亡霊、マガエル時はリンネにより何度でも復活する。え、怖すぎ。回復ちょっと当ててみる。効いてるよ。よし、バーストした。一気に行こう。リンファング倒した。今のは貴族の亡霊じゃ。あんなところに。我々の戦いで滅びた後も憎悪が積もり、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。そうなの？しつこいな。彼らには彼らの事情がある。
敗者を下に見てはいかん。この石像とて、故あってここに存在しておるのじゃ。無下に扱うでない。はーい。はーい。我らの亡骸、石像を運べ。運べ？分身の石像を加えて先に進む。これを加えて先に進むのか。てか、ハズレのアイテム先に見といてよかったね。やっぱ見れなくなっちゃったね。鑑定と、鑑定か。鑑定ができなくなった。敵がいるよ。来た、遅う。へいへい。え、こいつら。危ない。あー、痛いよ。あ、違うわ。これあれか。あれを発動させないといけないね。怖いものなし。天使のコブだ。もうちょっとだ。甘えるぞ。おいらの勝ち。おいらの勝ち。じゃあどうやったら、あー、リベンジゲージマックス。1ゲージマックスで使わないといけないのか。うわー、なんかなんだあれ、広いな。魔獣の皮。ちょっと待って。部屋が熱くなってきた。この洞窟の中はひんやりしてそうだけどね。なんか魂が飛んでるな。なんだここは。ここは祭壇？祭壇？どっちかっつうと呪いの間って感じじゃねえか。ほうほうほう、なかなか面白い見立てじゃのう。この像、さっきの。なんかつながってる。すべてのことに意味はある。すべ、うん、てのことに意味がないのと同じじゃ。すべきことはわかるな、七木。あの光を発動。え？石像を運び、正しき祭壇に祀れ。お。分身の石像を祭壇に祀ろう。赤軍師。反応してる。え？どうやって祭るのこれ。話すだけじゃダメなのかな。え？そういうことじゃなくて。これはなんだ。黄色軍神？あ、祀れるわ。我らの恨み、封じるか。封じる？来るか？来んのか？来ないのか？ほうほう、
始まりじゃよ。始まり。これは？あ、これあれか。こういうことね。あれ赤色かと思った。赤じゃなかった。怒りを封じる。あともう一個。あれ、こっちから来たんだっけ。こっちはなんだ。アイテムがある。ちょっとなんか青いやつをさ、祭壇に置く前にアイテムを確認したい。青だけめっちゃ遠い可能性あるな。おい、置いてく気かよ。あ、バレットが仲間から外れてしまった。フェニックの尾。こっちも行ける。え、なんかいる。あ、貴族じゃんこれ。もしかして後で来るのか。わあ、高いな。あ、ここに青いのあるね。とりあえず近場まで持ってこう。おお、びっくりした。急に戦う。こいつしかいないよね。マジック。ケアルを当てるよ。このまま行こう。このまま、このまま行きたい。よーし、ファーストスター。押し切りたいね。スピンハング。さあ進もっか。え、なんか動きそうって思ったけど本当に動いたね。あれ、バレットたちいつまに。あ、危ない。これさ、こっから落としたらどうなるんだろう。やってみたくなっちゃう。落ちてった。え。消えた。戻ったかな。あの元の場所に。え、ないけど。どこ行った。あれ、落としてしまったら進行不可能になるやつ。え、あー、よかった、戻ってた。進行不可能になるかと思った。とりあえずこっちからじゃないとあれだね。あ、でもここ別に歩けるのか。歩けるわ。防御バフ。これ加えたまま泳げるんですか。おお、泳げる。泳げるけど
行き止まりか。じゃあアイテムがあるだけか。よし、さっきのとこに落としたらイケポチャするだけだったか。よし、お待たせい。あ、バレットがメンバーに戻ってきてくれた。これでもさ、こっちはさ、あ、扉が開いたらいけんのかな？そういう感じか。そういう感じだね。よし、祀るぞ。祀った。悲しみかな、これ。我らの悲しみ。悲しみ。封じるか。悲しみは封じてあげたいな。数千年の昔、この谷の歴史は貴族の訪れとともに始まった。この祭壇はその頃、貴族を封じるために作られたものなのじゃよ。そうなんだ。大昔に封印されたはずの貴族がどうしてあの日谷を襲ったの？彼らの真実は彼らにしかわからん。行こう、お前の真実を探しに。真実、レッドサーティーンにとっての真実か。この洞窟は貴族と人の世との境界線。ここから貴族に攻め込まれたら谷はひとたまりもなかったじゃろう。そうだね。後ろから攻められるもんだもんね。しかし、ある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。なんだって？戦士はたった一人この洞窟へとやってきた。案の定、中は貴族でいっぱいになっておった。次から次へと襲いかかる貴族と戦い、戦士は走りに走った。ねえじっちゃん、そんな勇敢な戦士ならオイラは知ってるはずだよ。ほう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 、ここから先はより注意深くな。邪気が強くなっておる。含ませて話すね、じっちゃん。より注意深く、敵が強くなるのかな。瞬時に心に入り込んだ。だが支配を許すな。お前の主人はお前自身じゃ。奥に見えておる扉をすべて閉めれば試験終了じゃ。三つぐらいあるね。心してかかるがよい。なるほど。第一の関門、第二の関門、第三の関門、これを突破しないといけないのか。なんかいるね、亡霊っぽい敵が。ルーレット、リジェネしてる。あ、リジェネしてくれたんか。ブリザード、ルーレットチャンス中にヒート状態になる。はあ、
け。気合い入れてけ。見てて。で消せるよ。ルーレットチャンス。ルーレットチャンス。ラエー。バーストした。ラストルーレット？何ラストルーレットって？なんか回復。ルーレットチャンス。スピンファームした。おバーストした。なんか今やばいの出そうだったけど。セーフ。ラスト勝ったぜ。あのラストルーレットやばい方だと自爆とかかな。ただで回復してくれた。これ上登るだけだよね。こっちは下と繋がってんのか。よし、多分あこっちが扉の方で、これがあれかな。あ、蛇がいる。蛇ちゃん。回さないでね。目回さないでね。いけよ。流れ星、落ちろ。巻きつけやろうとしてた。よし、押しろ。よし。みんな怒った。リミット技がすぐ溜まる。いただきます。よっしゃー、終わりだ。回復できるのいいね。宝箱発見。見えてる。でこれがあの上んとこでしょ。じゃあ、あの扉の方行くか。